どうもこんにちは、中田敦史です。それでは3本目の動画を撮りたいと思います。3本目はロト6予想したいと思います。30分から40分ぐらいの動画になるんですけど、見ていただけたらありがたいです。それでは始めます。まず前回の当選数字の11、これは出る確率がすごい高いと思ってて、まあその理由が過去のデータを見ていくと、11が出た次の回に11が出てるのが結構あって、1回、2回、3回、4回出てるから、次も11が出る確率は高いんちゃうかなって思ってます。まあ出てない回もあるけど、入れといた方がいいかなって個人的には思います。だからまず一つ目は11、続いて二つ目は11と10も結構セットで来てることがあるから、10も可能性あるんちゃうかな。10も確率は高いと思う、出る確率が。だから2つ目は10。と。続いて3つ目。ここが難しいよな。12はどうやろうな。一緒に出てるのはあるけど、11の次に12ってあんまりないな。1回だけ出てるか。でも1回しか出てないから、ちょっと11から12は可能性は低いかな。やめとこう。続いて19は2回、19が2連続で出てんのが2回か。2回やったらちょっと微妙かな。
ちょっと19はないかな、可能性的に。次、20。どうやろ、20は連続ではないんかな、見た感じないな。見た感じ連続で同じ数字はなさそうやな。だから多分20はないね。続いて21。これは可能性はかなり高いと思う。その理由が、前回が31と11で飛んでる。ってことはその間の21が出る確率は高い。うん。それに、20の次の数字っていうのも気になるしな。一応見とこう。一応候補数字に入れとこか。うん。21候補数字。続いてワット。27。27は来る可能性あるかな。結構3連続って過去にあったな。27。1回だけあれば3連続だから来る可能性はあるけど、一応これも候補数字に入れとこっか。27。27候補数字。よいしょ。続いて、28か。28は確か1回もなかったから多分ないと思う。続いて26。26は、
い。なくはないけど、26な。一応こう、歩数値入れとこうか。可能性あんまりないと思うねんけど。まあ一応、26。続いて、31。31は多分ないやろ。連続では。1回やるな。1回。1回だけやな、1回だけだったら31やったとやめとった方がええかな。来る可能性は低いやろ。続いて30。ないか。ないな。次は32。1回だけやな。32も。ちょっと。ちょっとないかな、32も。続いて、35。35は、これは出る可能性は高いかな。
1回、2回、3回、2回連続は3回だから可能性はあるな。35は、どうやろ。こう歩数値に入れとこ、35も。月が6はもうさすがにないやろ。3連続出てるから6はちょっと考えにくい。続いて7、なくはないけど、どうかな。でも8から7っていう回数の方が多いからな、6から7より。だからちょっとないかな。7が来るとしたら8から7の方が可能性高いもんな。だから多分7はない。続いて5、5は来る可能性はあるけど、ほんまに出てないもんな。この前5で外したからな、予想して。もうそろそろ5来てもおかしくないんだけどな。一応候補数字出とこ、来てないから。次、11の桁違い、11は入れてる、21は候補数字に入ってる、31は多分ない、41はないやろ多分。11はこの前出たからない、だから多分。21ぐらいか、あと入れるとしたら。続いて19の桁違い、19の桁違いは一緒には来てるけどな。19が来た次に19の桁違い。まあ、一回あるか。でもな、どうなるの。あることはあるな。
振るとしたら19、29みたいな感じかな、セットで。19、29が多いわ。来るとしたら。悩む。2つしかまだ決まってないな。可能性あるから、ちょっと、入れとこ。19、29も入れとこ。続いて、20の桁違い。10は入れてる。20はない。30はない。40は多分ないわ。続いて、27の桁違い。27は、こう、歩数字に入れてるから、あと、17、30。19も来るかもしれへんな。ここ最近この感じ、このセットで来てないから来る可能性はあるけど、27も捨てがたいな。どっちかは来ると思うねんけどな。27の桁違いか、19の桁違いか。いや、むずい。両方入れるっていうのってやけど、どうしようかな。これは難しい。全然決まらんな。21は来そうな気すんねんけどな。一番可能性があるかな。21、3つ目21入れとこ。3つ目21。
続いて4つ目。どうしようかな。めっちゃ迷う。この前35、2連続来てるから、また35来るかな。来おへんような気がするな。ちょっと。回数だけ見たら多いんやけど。でもこの前35来てるからな。ちょっと判断にくいかな。わからんけど。あのセクターちょっと低いかな。じゃあ34。34な。1回しかないからな。36は。35から36は1回も確かなかったはずやから、一緒には出てても次の回に36は確かなかったはずやから、多分36はない。34も1回だけ出てるだけで、あとは出てないからな。だからちょっと34も考えにくいかなと思ったんだけど、あと半分が決まらん。難しい。過去に1回27、3連続割ったけど、また3連続来るかな。ちょっとそこは不安ないな。桁違いは可能性あるかもしれんけど、27、3連続ってなかなかまた来るかなっていうのは疑ってる。あーむずい。
ピンときたのがやっぱ19と29。これはなんか来そうな気がすんねんけど、今見て思ってんけど、やっぱ19と29。来るんちゃうかな。ここ最近このセットで来てないもんな。ちょっと前まで結構2回か3回ぐらい来てたけど、どっちかは来とっても2つでは来てないから来る可能性あるんちゃうかな。それとあと27の桁違い、難しいけど、そうしようかな。なんか気になるんよな、19と29。19と29とあと27の桁違い。27はちょっと最初それにしようかなって思っとってんけど、よくよく考えたらまた3連続来るかなって思って、ちょっと27は怖いな。来るとしたら、17かな、やっぱり。一口の予想は難しいわ。何回やってもすぐには決まらん。どうしようかな。17しようか。最後17。それね、一応6個予想したけど、まだやっぱり不安やな。
一応明日また6個数字確認したいと思います。今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。